が伸び悩みます。ね、あのぜひ表情に注目してみてください。美味しい頼み物を食べているときはこうやって目を細めて味わうように、噛み締めるように食べたりします。はい。であの今酒上手に掴んで食べてますね。で先ほどおやつあげているとき手首に注目してみてくださいって肉球のようなものが見えたかと思います。実はこれが上手に酒を掴めるコツなんです。パンナの指はすべて上、5本とも指が上を向いております。ですので、そして短い指ですので、ちょっと短い指だったら曲げてもちょっとしか曲がりませんので、酒なんか全然掴めなそうなんですが、なぜアイヒンが上手に酒をつかめているのかと言いますと、そのコブが親指代わりを果たしまして、がっしりと上手に酒をつかんで食べることができるんです。実はこれはあの酒を食べる動物、レッサーパンダとジャイアントパンダのみに見られるものなんです。はい、そうなんです。実はパンダと先に名付けられたのはレッサーパンダの方が先だったんです。発見されたのがレッサーパンダだったんですが、その後に大きいパンダが見つかりました。酒を食べるものっていう意味なんですが、はい、そうなんです。パンダの方が有名になってしまって、パンダといえばジャイアントパンダを指すようになりましたけれども、今日の酒はいまいちですね。私もですね、あげる前からこの酒はいまいちだっていうのは分かってはいるんですけれども、どうしてもですね、搬入してきた酒が全てベストの酒というわけではありません。どうしてもこうやって あまり良くない竹が多く搬入されてきますと、竹がすぐに枯れなくなります。なんといってもこうやってみんな引き抜いて引き抜いて新しいのをよこせと言ってきますので、そういう時はですね、こういうビスケットを与えてちょっとご機嫌取りみたいですにやると口直しになってまた食べさせます。でそれでも竹が間に合わない時はスタッフが自らですねトラックに乗ってのんびり片手に竹を切りに行きます。すごく大変です。そうですね、同じ竹でもですね、こうやって見て分かる通り、葉っぱのサイズが大きかったり、枯れてたりっていうのがあります。やっぱり生えてる部分とかで違うみたいですね。もう、竹大体その搬入してきて、2、3日でトラック1枚のがなくなってしまいますので、一応常に新鮮な竹与えられている状態ではありますけど、みたいにビスケットがですね、あ、ビスケットがそこにある。ここにある。あよかったよかった、あよかったね。本当に必死に探してました。今日皆様の上手におやつあげていただいたから よかったんですけども、たまにポロッと落ちました。すごく残念そうな感じでした。今日は本当に皆さん上手にあげていただいてよかったです。アイヒンはアドベンチャーワールドで一番ですね、味にうるさくないパンダで、エコなパンダで。これでもエコなんです。エコパンダ。本当にいい子ですね。枯れててもですね、結構食べてくれたりするんですが、お父さんの永明とかが本当にやっぱ年が取ってるせいかすごくうるさくて本当に必死ですね。そのパンダも人を見れば水桶をガンガン鳴らしてこう新しい酒もっともっとっていうんですが、子供たちがですね酒がなくなってしまうと大変ですね。本当にアイヒンこうやって眺めておりますと可愛らしいので、やっぱりパンダ触ってみたいなって思う方結構いらっしゃると思います。しかしですね、私たち飼育スタッフでももう3歳ぐらいのパンダは爪が鋭い、牙も生えてる、力が本当にすごいということで、同じ空間に入ったりですとか触ったりということが一切できなくなってしまいます。ですので皆様にもどうしても触っていただけないんですけども、ぜひパンダを今日は体験していただきたいということで、実は運動場にパンダの毛が落ちてました。すごいですよ。ぜひこれをアイヒンだと思って触ってみてください。どうですか、手触りは。はい、硬いという感想が聞かれてきましたね。結構パンダの毛といえば柔らかいイメージを持っている方いらっしゃると思うんですが、触ってみますか。結構触ってみますと毛ブラシのような、はい、ゴワゴワと硬い毛質をしております。見ますか。やっぱりこれにもですね硬い理由があるんです。パンダもともと寒いところで暮らしていた動物ですので、ちゃんとその寒さに対応できるように硬くてガッチリした毛質をしているんです。今ご覧いただいた毛もですね、一応パンダの白い模様の部分の毛です。で、やっぱりちょっと、確かにですね、大人になるに従って、どんどんパンダの毛は茶色く変わっていくんですかっていうご質問結構あるんですけども、実はそうではなくて、単に汚れてしまっているんです。やっぱりアドベンチャーワールド
いやいやいや、必死に逃げ回りますので、ちょっとストレスのことを考えまして、それぐらいの頻度にとどめております。ごめんね、また入っちゃいましたね。あ、本当ですか。あ、その子ってる。あ、なので、ぜひあのパンダの元気な証拠さんで撮っていただけたらありがたいです。クッキーは、はい、あ、すいません、クッキーは普通の人間が食べるのクッキーじゃなくて、どういうクッキーの成分？あ、そうですね、食物繊維たっぷりな、そうです、あのお猿さんに与えているビスケットをそのままあげております。人間が食べてもですね、そんなに甘みも感じなくて、すごく香ばしい匂いはするんですが、味はあんまり美味しくないあのこちらのアイヒン、実はアドベンチャーワールドで双子で生まれてきたパンダなんです。弟にメイヒンというのがいるんですけれども、ただでさえパンダ見分けづらいのに、双子だったらもっとわからないって不安になる方もいらっしゃると思いますが、実はアイヒンとメイヒン見分けやすいポイントがありまして、目と目の間ご覧いただきますと、黒い点々がちょっと鼻の部分にありますね。つむじといって毛の生え変わりなんですけれども、そちらの数が2つあるのがお姉さんのアイヒンで、1つなのが弟のメイヒンといって、一番あの見分けやすいポイントがあります。ね、白黒模様はどのパンダも基本は一緒ですので、やっぱり顔で見分けるの難しいと思うんですけども、やっぱりあの、あ、お写真撮る時もですね、ロックの後ろ側からですね、お願いします。申し訳ございません。あの顔つきをよく見ていただきますと、ちゃんとそれぞれ個性があります。私もあの担当したては本当に見分けるのが全くできませんで、あの先輩たちが見分けてるのが信じられなかったんですけども、やっぱりあの毎日担当してましたら、やっぱ全然全く違う動物に見えてきます。今日はあの平日、あ、休日ですね、ちょっとお客様も多くと大変かもしれませんが、ぜひ顔であの見分けられるぐらいパンダバッチリ観察していただけたらと思います。何かもしパンダについて聞いてみたいことがあるお客様いらっしゃいましたら、ご質問どうぞ。アイヒンの特徴はですね、あの目の色が茶色色をしております。で、本当にクリッとしたパッチリしたお目目をしておりますが、双子の弟のメイヒンは双子なのに目は黒色で縮目をしているといったように、結構大きな違いがありますアイヒンはですね、わざとといえばビスケットが出てきた十分の効かせると思っているんですけども、ちょっと分かっております。私も分かってはいるんですけど、どうしてもお客様の前でこうやって前を見て食べてほしいというのがありますので、ついついこのツアーの時だけは気持ちを甘くしてしまいますね。そうですね、これでアイヒンは食べるからいいですね。であのパンダはもともと肉食動物だったので消化率が悪いですというお話ししたんですが、その関係でパンダも生きるために、あの1日の3分の2を寝て3分の1を食べるといった時間に当てております。ですので、こちらのツアーでですね、アイヒン一生懸命ひたすら起きて竹を食べてお仕事をしております。ですので、終わった瞬間にですね、皆様が帰られますと部屋に戻ってもゴロンってお腹いっぱいになってますので、寝始めます。肉食からこうなったというのは餌がもうなくなったと。あ、そうなんです。あの肉食からこの竹を食べるようになったのはなぜですかってお話なんですけれども、氷河期といってすごく寒い季節がやってきまして、はいはい、であのパンダはこのように毛もがしで、あの寒さに強かったので生き残ったんですが、周りの小動物が全て死んでしまいまして、食べ物に困ったパンダはこうたくさん周りに生えていた竹に注目して、それから食べるようになったと言われております。パンダって氷河期前から言ってたの？あ、そうです、はい、結構ただあの前は肉食動物でしたので、もうスタイルもスラッとしていて、あの狩りにできたからが言いました。なのでもう今はとても狩りができそうな体型ではないですね。毎日食っちゃね食っちゃねとかね。これでもですね、木登りは本当に上手な動物です。ですので、ね、スイ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 上に登っていくのは早いですが、降りるのが苦手な動物ですので、よくアイヒンとかもあの外の運動場の遊具の上に登ってお昼寝するのが好きなんですが、返そうと思ってビスケットで大いに呼ぶと、一生懸命早くビスケットにたどり着きたいので、アイヒン焦って降りてきます。で、降りるのは苦手ですので、転がるようにこう、全然結構降りてきたりというのがありますので、ぜひ機会があったら見てみてください。で、いつまでもこうやって眺めていたいところなんですけれども、そろそろ後半チームと交代の時間がやってきてしまいましたので、